会を代表する IT 社会の水谷隼人ナビオコンピュータ。水谷隼人の試合はナビオコンピュータ様にご協賛いただいております。誠にありがとうございます。ご覧の皆様、おはようございます。ただいまより X リーグアサヒビールシルバースター VS IBM ビッグブルーの YouTube 配信を始めたいと思います。こちら試合会場は富士通スタジアム川崎にて、本日 10月9日10時半より間もなく試合開始となります。本配信はいわゆるオーソドックスな試合に沿って逐一実況解説をしていく内容とは一味違った形で進めていきたいと思っておりますので、その旨ご了承のほどお願いいたします。本日予定している内容といたしましては、両チームのレジェンド OB によるチームや選手のお話、レジェンド QB 遠野さんをはじめとしたポジションごとの目線での解説、かつての昔話などを含めた新旧アメフト事情、はたまた初心者の方が疑問に思うようなことへの解説など、さまざまな角度から解説できればと考えております。また今回はスポーツエンタメ熱狂予想バトルゲームアプリナンドラを活用して配信をしています。途中試合前に取材いたしました各チームの選手、スタッフ、チェアリーダーのインタビュー映像もお届けしたいと思っておりますので、お見逃しなく。さて、まず今日この配信をお伝えするメンバーは、シルバースター OB から立命館大学シルバースターとプレーされた遠野実さん。はい、よろしくお願いします。97年から、2016年までですかね、現役させていただいておりました、遠野です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、法政大学シルバースターとプレーされた阿部陽介さん。あ、おはようございます。99年から2008年までシルバースターでオフェンスラインをやらせてもらいました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。対するビッグブルー OB からは、筑波大学ビッグブルーとプレーされた柿崎治さん。よろしくお願いします。私は2005年までビッグブルーでプレーしました。オフェンスライン、ディフェンスラインと主にラインを担当してきて、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私、ハーバード大学、失礼しました、立教大学ビッグブルーにて、1995年より3年間 DL として在籍しておりました。7年間アメフトをやっていたのに、ルールもプレーも知らなさすぎて、ある意味レジェンド、永遠の初心者、新川と申します。よろしくお願いします。続きまして、本配信の目玉企画ナンドラについての解説は、株式会社なんでもドラフトより高橋大賀さん。配信をご覧の皆様、こんにちは。なんでもドラフト、略してナンドラは、あらゆるスポーツの試合展開や選手活躍を予想するアプリです。今回の試合では3つの予想コンテンツをご用意しています。試合全体を通じた展開予想、2つ目、各ポジションごとのエース対決を盛り込んだマニアック予想、そして3つ目に後半の展開に注目した後半予想、この3つをご用意しています。予想的中の上位の方には素敵な景品もご用意しています。まずは QR コードもしくはアプリストアでナンドラと検索の上、アプリをダウンロードをお願いいたします。皆さん、予想しながら試合を楽しんでいきましょう。ありがとうございます。まもなくキックオフですね。IBM ビッグブルーのキックオフで開始いたします。はい、ただいま途中になりましたけれども、あともう一人、今日インタビュアーも務めていただきました花のあるスペシャルゲスト、 X リーグファン代表として中島由香子さん。はい、今まで漠然と試合を見ていたので、今日はたくさん勉強させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。以上の皆様でお送りしたいと思いますので、最後までお付き合いいただけたら幸いです。なお配信中はコメント欄にてご質問、配信内容へのご意見、叱咤激励にお答えしていきたいと思っております。どうぞお気軽にコメント入力をお願いいたします。ただいまキックオフいたしまして、最初に、まあ、今シーズンの両チームの現在の成績と状態及び注目点、まあ、注目選手など各チーム解説をお願いできますでしょうか。最初にシルバースターの阿部さん、お願いいたします。はい、まあ、あの IBM さんの方がおそらく実力は上なんじゃないかなっていう中で、まあ、本日、シルバースターがこの雨の試合の中どういう戦い方をするかっていうのが一つキーポイントかなと思っております。特にあのシルバースターあの外人選手の補強とかもあってですね、その辺のやっぱりパーソナルの活躍っていうのが試合にすごい左右するんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。続いて対するビッグブルーの解説、滝崎さんお願いします。はい、ビッグブルーはですね、これまでサンズとそれから、ファイニューと戦いましたけれども、それぞれ46対28、それから35対21と2連勝してこの試合に臨んでいます。注目の選手はですね、まあ、オフェンスはやっぱり、途中から加入したですね、ユビのフードバックの、ビクター選手、マサモ選手という、まあ絶対の、メインキュービーもいますけども、このビクター選手も非常にですね、走力もあれば、まあ、ガンも投げると。ということで強力なバスケットということで見ていただきたいと思います。あとも強力なレシーバーですね、これまでの大海選手とかそういった選手がいて、これからの、まあ、スーパースターのテパー選手という選手も変わりましたので、まあ、強力なオフェンスは魅力です。それからディフェンスに関してですね、今の、はい、あ、今の強力なディフェンスライン、それから、まあ、リビジンですね、玉川選手、それから岸野選手、それから筑波選手、そういった選手ですね、注目になるかなと思います。あと今年加入のローガン選手も今で出てるマスクですね。ローガン、そうですね。今37番、そうですね、37番で出場するローガン選手。これまでの2戦は、ビザの関係、ビザの関係で出れなかったんですけど、この選手の試合が初戦ということで我々も注目して見ております。はい、ありがとうございます。さあ、ここからは、アメフトトークのブレーキが壊れたダンプカー、阿部さんに、お願いしたいと思います。阿部さん、よろしくお願いします。今日はトモさんがいるということで、私も個人的に聞きたいことたくさんありますので、トモさんにガンガン質問できたかなと思ってますけど、トモさん、まずランプレーがこう入りましたね。ここは今試合で立ち上がり大事に行きたいシルバースターとしてはランプレーですね。特に6番の川村選手の、ランを中心に組み立ててるっていう印象ですね。まあ、さっきも柴崎君がボールちょっとね、なかなか雨降ってるせいか手についてなくて一回失敗してますけど、ここランプレーがうまく、通ってシルバースターとしてはなんとかフィールドゴール圏内の方までしっかり持ってきて、以前は雨だったらゴムボールでしたけど、最近は川ですよね。そうですね。まあ川になりましたね。どう対策してるんですか、キックオーターバックの人とか、レシーバーの人とか。川ボールの場合は、あまりその、今は割とですね、なんかこう、いろんなグローブがあるんで、素手というのもグローブ、今日多分柴崎君もこれ、おそらくなんかグローブつけてる。あれ、キックオーターバックってグローブしていいんですか。はい、しても大丈夫です。NFL の選手で、片手だったので、すごいつけてる選手が多いです。昔はゴム製のボールで、そう指先にテーピング巻いたりとかして、滑り止めしてましたけど、今、川になっちゃった。さあ、ちょっとね、これやっぱり、シルバースターのオフェンスとしては雨だから普段とプレー変えてきてるっていう、そういうことはありますか。おそらくいつも通りパスも積極的にシリーズの途中で投げたりすることも想定してたと思うんですけど、
立ち上がりおそらく河村選手のランもうまくいってるんで、あ、なるほど、ランプレー中心で組み立てた方が雨の中ですしね、いいんだろうなということで、おそらくただ立ち上がりまでスクリプトを作ってね、試合準備してたりするもんなので、はい、ちょっとひょっとしたら雨の中途中アジャストしてスクリプトを変えてる可能性もあります。ありがとうございます。今年 QB をコロコロ変えるというか、ワンプレーワンプレーで変えたりするので、まあ、その辺も今日はどういうプランでいくのか注目かなと思いますけどね。本当に1プレー交代でメッセンジャーみたいな QB がありますか、ね、今の QB はマサモト。マサモト。そうです。いきなりリバースわーってスタッフトリッキーなプレーです。いつもと違って両タイトエンドの体型だったり、いつもとスプレッドオフェンスというか体型が今までと違った体型だった。結構シルバーサーのディフェンスはブリッツを今の2プレーぐらい見てると多く入ってて、まあ、そこの処理の仕方っていうの結構いいかなと思います。サーダンです。すみません、ここでちょっとナンドラについてなんですけれども、ナンドラ、あの10時半の試合開始とともに、あのもう試合の予想というのは締め切っておりまして、ただ、後半を予想する新しいクイズが、今上がってると思うので、まだ間に合いますので、後半予想というのをあのぜひあの参加していただきたいと思っております。で、今あの締め切ったナンドラの結果がありまして、応援するチームは、総勢120名参加のところ、ビッグブルーが 34%、 あらシルバースター 62%、 まあどちらでもない 4%、 あれで去年のやつとか、あの下馬評的にはあれですよね、あの本来実力的にはビッグブルーの方が上かなと思ってたんですけれども、これはやっぱりあれですかね、応援する方の願いというか、応援してるチームが、はい、やっぱそれは東堂さんが入ってるから、なるほど、はい、みんな気を使ってね、はい、そういう組織票があのステマというか、そういうのが入ってるんですかね。で、前半最初の得点を挙げるチームは、これは結構僅差になってて、ビッグブルーが 43%、 シルバースターが 57%、 じゃあ前半最初の得点パターンはということで、パスが55、キックが19、ラン25と、うん、じゃあまず前半はそれをね見ていきたいと思いますが、あちなみに後半は最初に得点を挙げるチーム、ビッグブルー40、シルバースター60、あら、なんか後半追い上げるという感じなんですよね、シルバースターで追い上げるというわけで。で、マニアック予想っていうのがあるんですけれども、それは参加が105人なんですが、もうちょいあの突っ込んだ内容というか、エースレシーバー、ワイドレシーバー対決、キャッチ数が多いのはどっちということで。ビッグブルー側は近江選手 39%、 シルバースターは林選手 55% で、ランニングバック対決、ゲインが多いのはどっち、加藤選手が 38% で河村選手が 56%、
どっちがどっち？ビッグブルーが加藤選手ですね。あら、ビッグブルーちょっと良くないですね。あら、何が起こったんでしょうか。阿部さんお願いします。パントのミスから、ナローサイドの方の河村選手のランプレーでビッグゲインをして、でその後、ゴール前に行って、1対1になる、デビン選手の方で、今あのインターフェアのホールディングをもらったっていう流れなんですよ。シルバースターとしてはとてもいい展開ですね。父さん、ここはなんかなんでもドラフトさんのアンケート通りちょっと結果になりそうな予感がしますね。シルバースターのが最初に得点する。このままいくと、河村選手持ち込みましたね。タッチダウン。結構河村選手のランプレーがいいゲインしてる感じありますよね。雨の試合で非常に大きいんじゃないですか。ここは試合展開予想でシルバースター前半最初の得点を挙げるっていうのは当たってましたね。そうですね、で前半最初の得点はこの設問の結果は、ビッグブルーが 43% シルバースターが 57% シルバースターという結果になりましたね。で前半最初の得点パターンはランプレー、ランプレーです。あ、ちょっとこれ 25% で少ないですね。このランプレーがトンさんどれぐらい前に出るかって結構大きくないですか。河村選手はね、なんか雨ですし、コンスタントに出るようになると結構シルバースターとしては戦いやすいというか、後半のパスにもつながりやすいんじゃないかなと思います。そうですね、おそらく IBM さんの方も河村選手警戒してますのでね、その中で着実にゲイン重ねて得点できたっていうのは心理的にも大きいと思いますね。ビタナにオミ選手が入っているのでシルバースターオミ選手に蹴るか蹴らないか結構楽しみですけど、スピードに乗ると止められないですか。オミ選手は84番、そこにちょっと注目してみましょう。そこに蹴ってくるか。蹴らない可能性がある。スピードキックになるかもしれない。そうですね、スピードキックですね。でも雨降ってるせいか転がらないですか。あ、理想の展開。ちょっと見たかったですけどね。これはなぜやっぱり近江選手が怖いからああいうキックにしたっていうことですか。高いボールだとやっぱり攻める側もフォーメーションを取りやすいというか、時間ゆっくりこうセットしやすいんですけど、スピードだとコロコロ転がってどこに行くかわからないっていう、そういう危険もあるけども、ロングゲインはされない。近江選手が持って走るよりはちょっと安全かなっていう。やっぱ投げにくそうですね。そうですね、ちょっとスタントン選手のパスちょっとコントロールがやっぱり上げのせいか投げにくいんでしょうね。立ち上がりクォーターバックもやっぱり一回パス通してリズム乗るっていうのがやっぱり理想なんですけど、ちょっとこういった雨の展開だと、そうですね、自分でどうやってリズムをこう作っていくかっていうのは結構現役時代をですね考えるというか、そうですね、こういうだからコンディションの時に一番結構困るなって感じですね。
管理パスですね。フリーですね。これはファースダウン10。鈴木選手は前のレシーバーの鈴木優希。鈴木選手、ドリームボーラーにも選ばれている彼も非常に有名な選手です。ウォーターバックも変わりました。ドリームボーラーとは何でしょうか。昨年に開催されたあの日米対決みたいな。ああ。それ日米対決って言ってもアメリカの人たちはどういう人たちが出てくるんですか。大学生、アイディリーグの代表ですね。アイディリーグ、今アメリカでいうその優秀なあの学校が集まるリーグの、まあ、代表選手。あ、じゃあ決してアメフトが、うん、あの全米で強いチームから来てるわけではないということですか。まあ、日本のレベルをまあ推し量る意味でもまずはそういうところから勝つ。そうですね。なかなかまあ行われた試合だと思いますね。まあ、いきなり NFL にドラフトで行くような選手とやっちゃったら叶わないですもんね、全然ね。まあね、残念ながらレベルで言うとまだそんな。あ、出てきましたね。ビクター選手。もう全部あの人走るのでいいんじゃねっていうぐらいの結構パワフルな。あ、でもまたクォーターバックが入れ替わりましたね。あ、また変わりましたね。これとキビとしてどうなんですかね。こうパッパッパッパ、個人的にはさっきも言いましたリズムっていう意味ではちょっと出続けたいですね。コロコロ変わるのは私は個人的に好きではなかったです。なんかメリットも、ね、あると思うんですよね。あの戦略的にメリットって何が考えられるんですか、この場合。例えば、まあ、松本選手の場合はそうパスでこう組み立てていくっていうことが、考えられますけれども、ビクター選手が入りますと、ランですね。特にクォーターバック自身が走るっていう、ちょっとこうオフェンスの多分こうちょっとチェンジオブペースじゃないんですけど、私個人的にはこう第三者目線を見てみると、正本選手結構こう去年までこう全責任を担ってやってたようなところが、ファンブルですね。ファンブル、ターンオーバー。これアメネスの怖さですね。そうですね。お互いこれファンブル注意しなきゃいけないんですけど、今のところちょっと IBM の方にファンブルがちょっと当たってますね。中島さん、聞きたいことあったらどうぞ。はい、ありがとうございます。今のはビッグブルーの選手から、シルバースターの方に、攻撃が移ったということですかね。ボールから 手からボール離れた時にフリーボールということになるので、誰が取ってもいいボールですということになって、まあ、キュービーの手からこぼれちゃったボールを、シルバーの選手が抑えたので、シルバーの攻撃になります、ね。シルバー確実になんかランプレーで進めてる感じです。雨をこう味方につけてやってる感じです。これはあのマニアック予想の方のランニングバック対決、河村選手 56% ですけど、結構もう結構ゲインしてますね。そうですね、第1クォーターでもかなりボールキャリーの数も多いし結構ゲインしてますよね。まあ、でも結構どこで長いパスを仕掛けるかってなりません、ね。うん、まあデビン選手に対してやっぱこう後ろにあるときに、これ結構タイトについてるんで、マンツーマンだ、はい、マンツーマンでこういう時に、ほら来ました、ベイブスって、早速ボール投げてきました。トモさん、これサーダンですけど、どうしますか。これはこの試合展開だと河村選手とかのドローとかで手堅く、ドローとかもありますので、ね、表面ですね、セカンド。おー、なんか今セットした瞬間に結構方面でついててセカンドが、あの間とかに、あの
ラインバックの後ろあたりのパスとかできないですか、オーディブルでとかって思いましたけど、サーダルログいやあの投げれると思います、ね、投げれますよね、はいはい、立ち上がりおそらく、あ、ちょっと遅れて安藤選手が出てきました、まあ、序盤の確実にちょっと行こうということなんだと思いますね、はいはい、でもまあ IBM の方としてはターンオーバーされた後にこうずるずる行かれなかったっていうのはまあ良かったかなっていう感じですね。やっぱりなんかこうゲームってやっぱり勢いっていうか流れっていうのがあって、それやっぱり断ち切るのってやっぱり大切ですよね。先ほどトーマさんもリズムって言ってたじゃないですか、はい、こうリズムに乗るとか、やっぱりどうしても人間がやってるんでそういうのって大切かなと思ってるんですけど、まあ、おあ、ダメかな、この辺ね、雨ですよね、やっぱり、うん、でもあの距離のパスをライナーで投げるっていうのはやっぱ佐野と選手すごいですよね、うん、雨の中コントロールされてるパスで、まあ、ポテンシャルがすごいですよね、佐野と選手、トモさんから見ても、はい、やはりすごいと思います。大体の日本人クォーターバックってこう例えばこのハッシュ左から、はい、広いフィールドサイドへのああいうサイドラインの長いパスっていうのはあまり投げたくない、遠い距離が、でも結構外国人選手がこう X リーグに盛んに入ってきてそういう、こう長いパスもどんどん投げていけるんだっていう、あの意識が変わってきたなっていうのはちょっと自分があの現役の時に一緒にやってた時に感じたことの一つですかね。やっぱり距離的には決して投げれない距離じゃないけれども、はい、やっぱり、ね、気が進まないプレーコール自体でそこにターゲットを当ててやっていくっていうのはなかなかちょっとプレーチョイスとして少なかったかなという気がします。結構シルバスターのセカンダリーがやっぱロングパスあるんで結構引いてるじゃないですか。これなんかやっぱり IPM ランプレーした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。なんかこれ雨だっていうのも考えて、早めに仕掛けないとやっぱり雨の試合なのでやっぱりボールコントロールした方がいいかなとはなんか個人的にはなんか思いました。まあそこでね、あのビクター選手と10番の IBM のクォーターバックのビクター選手と、なるほど、28番の加藤選手と、この辺のランもまあ先ほどの第1クォーターも進んでましたもんね。そう、サーダンね、サーダンですね、なんか早い、やっぱり早いですね、ランプレーそう、普通の間に行く、普通の間に行く、第2クォーターです。 IBM ロール自陣32ヤード地点からサードダウン、走るかな、ただこのマニアック、失礼、あのマニアック予想っていうこのジャンルに、レシーバー、ランニングバック、LB、ラインバッカー、タックル数が多いのはどっち、そういう項目があるんですけど、QB としてどうですか、QB の項目がない、あ、そうですね、どっちがパスのヤードを稼ぐかっていうのはなくて、ちょっと、あれです ね、 ですね、やっぱり花形といえば QB ですけれども。IBM の場合、はい、エース QB 対決ってなっちゃうと、ね、2人交互に出てるからなかなかどっちをエース QB と呼んでいいか分かんないですよね。シルバスターここまた並んでいくかな、どうでしょうね。ゴールデンかな。
おそらく中島さんとかこれなんで黄色いハンカチーフが舞ってるのかわからないとは思うんですけれども、その辺今のは安倍さんなんでしょう。おそらく今オフェンスラインというポジションのホールディングだと思うんですが、相手を掴んだりしたら、まあ、あの反則だということで、あのイエローフラッグが出たんじゃないかなと思います。オフェンスラインは掴んではいけない。はい、相手の選手を掴んではいけないというようなルールになっております。あの厳密に言うとバレないように掴めっていう話ですね。はい、あのそれもテクニックなので、そのバレないように掴めっていうのはコーチはそういうのを教えたりはします。はい、やっぱりあの反則って、あの完全犯罪を目指してやるとバレないんですけど、あの苦し紛れに掴んだりするとバレますよ、ね。あ、そうですね。反則を取られないような練習をしないといけないですね。そうです。はい。セカンドロングですね。いいパスでしたけどね。こうフィールドポジション惜しかったですね、シルバースターとしては。結構やっぱりランプレーが多いから、やっぱフロントの数を増やしてますよね。やっぱシルバースターこの辺でどっかで投げたいですよね。ちょっと林選手をキャッチですね。この馬、一旦今これ安いと思います。6番へのランプレーが続きますね。もう敵陣入ったんで、やっぱ思い切って裏行ってもいいかなと思いますけどね。まあ、強烈なタックルしたビッグムーの選手はオンチー・クリスチャンという選手なんですけども、もう本当にあの NFL ドラフトにかかるかという選手だった。何番の選手ですか？6番の選手ですね。6番の選手。どういった経歴の選手ですか？6番の選手。どこ大学？コロラドステイト大学出身の選手ですね。体はそれほど大きくないんですけども、スピードは持ち味の前線ですね。今のシリーズ面白かったですね。ここのパントとってもないじゃないですか。はい、しっかり蹴り込んで。風は左から右って感じですね。ちょっと向かい風のキックになる感じですね。はい。ここの局面とっても大事ですね。あ、いいパントだ。あ、いいパント。これはボールが最初着地したところから始まるんですか？シルバースタービーキーな気がします。すいません。あ、そうです。はいはい、これはボールが着地したところから始まるんですか、それともバウンドが終わったところから始まるんでしょうか？微妙だね、今の。どうですか？
基本的には、ボールが止まった時点から始まりますと。で今も、サイドラインを割ったので、はい、割ったところからスタートなんですけども、あの30センチぐらいがもしあのエンドゾーンに入ってたら全然違う世界になって、あのタッチバックということで20ヤードのところでボール戻されてスタートになりました。なので非常にいいパントをシルバーの選手が蹴ったと、ギリギリまで、追い込んだという。あ、だからビッグブルーはあんなギリギリから始めなきゃいけなかったんですね、はい、あれをオレンジ色のパイロンのところより向こうで出てたら20ヤードからスタートだったっていうことですよね。じゃあナイスパントっていうことですよね。一方でビッグブルーはその一番難しいリスクがあるところに抜け出して、うわぁ強い、これもうすごい、すごい。今 QB やってますけども、まあ QB を大学の頃はもうラインバッカーやったので、また QB に戻った。QB やっててラインバッカーやってたから QB に戻ったっていうので、188センチ100キロというあの体格ですけど、もっとありそうですよね。あ、これでパス。これもっと人。もうこれでモヤルが出てます。本当に。今の選手がクォーターバックのビラモンテス選手、はい、ビクター、ビラモンテス・ビクター選手10番、ユニバーシティ・オブ・ネバダ・ラスベガス。でもどっかでパスで見えるんでしょうね。加藤選手、まあ、やっぱりランプレーですよね、うん、はい、ランプレーは。最初はちょっとパスなのか何なのかちょっとこう迷いがあった中で、なんとなくこうペースがつかめてようとしてるような感じなので、シルバーもちょっとこう、まあ、ランプレーケアの可能性ですね。そうですね、これもまあピッチパスって言いますか、オプションのような展開ですね。本来怪我が怖いからやっぱり QB ってあんまりランしないっていう、僕らはそういうイメージなんですけど、僕らの時代というか、これはやっぱり正本さんがいるから、正本選手がいるから安心していってるっていうわけでもないんですかね、遠野さん。うん、そうですね体格的にもなかなか怪我しなさそうだし、ランナーとして考えてるんでしょうね。トーさんバッパ走ってましたよね。あ、まあ、私は投げてというよりはスクランブルとか走って自分のリズム作るタイプで、走らないと気が済まなかった。走りまくってました。これはちょっと長い距離が残ってます。投げますかね。投げるかもしれない。投げますかね。外かな。ゴールかな。終わった時のジョンかな。投げる。そうですね。ジョンスタント。うわー、ナイス。あー、ナイスカット。すごいです。ナイスカバーですね。ナイスカバーですね。パスプロテクションはものすごく持ってたんですけど、ピッチャーが出てる。まあ、多少雨の影響もあるんですよね。ね、ボールがちょっと短かったんですよね。相手だといえば糸川選手、81番の糸川選手、相手だといえば相手なんですけども、ちょっと物が。そうですね。うん、81番の糸川選手、関西学院大学。そうですね。もう超、もう本当に大活躍した選手ですね。そうですね。ちょっと反則出ましたね。やっちゃいけない反則ですね。阿部さん、説明お願いいたします。パントを蹴った後にカウンターに対して、まあ、あのヒットしに行ってはいけないというやつなんですけども、ただ結構パントの蹴った方選手も傷んでるんで、結構試合を見ても大きいですね、これは。はい、
蹴った後ってもう完全に無防備ですからね、はい、結構雨が降ってるんで、まあ、勝負どころというか潰しに行くっていうシチュエーションだったのかもしれないんですけど、まあ、あのシルバースターにとっても痛い反則なんじゃないかなと思います。はい、自分で立ち上がりますかね。これはやっぱり危険度が高いと罰も重いっていう感じですか。結構危険ですよね、やっぱりキックした後に、はい、パーソナルファウルって中グラウンドでオートマチックなんで、まあ、だからあの度合いによってヤードが変わるっていうわけではないんですけども、はい、あ、ただこの反則の危険度というか、あ、そうですね、はい、キックした後はどうしても無防備になりますのでね、うん、そこにヒットが来ると怪我をしやすいということでから罰も重いと。重いです、そうですね。大体は何ヤードくらいがあの罰則になるんですか。10ヤードとかが多いんですか。10ヤード、15ヤードですね。15ヤード、今のは、まあ、反則の中でも重い反則ということで、まあ、一番重い15ヤードっていうのは15ヤードが一番重い、20ヤードっていうのはない、ないですね、はい。ただ、まあ、もう本当に攻守が変わるタイミングだったので、まあ、ビッグブラもあのオフェンスでフォーキーのパントを蹴った後なのに15ヤード進んだことによって自動的にまたファーストダウンを獲得できたということで、またちょっと状況全然変わる大きなファールの、まあ、ファールだったということですね。どちらのチームにとっても大きなチームのファール。やはり雨だとラインがパスよりもランの方が多くなるんですか。そうですね、やっぱりあの確実にボールを持たせて、あの、うん、さっき、まあ、ボール手から離れるとフリーボールになっちゃうと言ったんですけども、それをできるだけリスクを減らすために、うん、あのランプレーを多くしてるんですね。レッドアップアイリーピンプレー3ランです。ファーストダウンカットまでは11ヤード。タイトな体型からですね、投げるんですかね、どうですかね。シルバースターは結構下がってますけど、大海選手エースレシーバーの大海選手やっと取りましたね。あ、でも大海選手は84番ですか。84番、はい、ビクター選手のちょっとリズムが、ね、はい、パントもありましたけど、ちょっとこう自分から走るというよりもパスを投げる場面が増えてきました。はい、これはまたあれですかね、ホールディングですか。どうでしょう。さっきも勉強させてもらった。ああ。アメフトはもうあのパスを取る人をブロックする人っていうのは明確に決まっているので、パスを取らない人はあのスクリーンベースとかボールがあった地点よりも前に出ちゃいけないんですけども、思わず前に出てしまった人がいたということですね。まあ、比較的軽い反則ですけど、ボヤルの抜体ということですね。それって難しいですよね。ランプレーだったら前に出てかないといけないじゃないですか。要は QB が走るってなったら、QB が走ってんの見たらやっぱりオフェンスラインは前に出ないといけないから、それは微妙ですよね。まだ出てなかったってことですよね。判断が難しいってことですね。オフェンスラインの人は
2回から1人2人に捕まっても結構投げてますね。あれはディフェンスとしてはあれあっ、今のは後ろに今の危ないです。後ろに投げてるパスちゃんで、そのままシルバースターが押されたらパスを投げてターンオーバーでしたね。ああ、なるほど、取られた。ただレスしたってことで、結構シルバースターのディフェンスラインが割って入ってますよね、さっきから。あ、自分で、あっと、これが一対一になるとしんどいですね。小田学10段、ビッグアビアモンテスのキープラン、ファーストダウン獲得しています。あの、今回の IBM のオフェンスのシリーズは、あの、QB 変わんないですけど、ビッグアビアモンテス中心でしょ。これはどういう意図で、さっきまで変えてたのに。調子がいいからとかじゃないですよね。だ、どういう感じなんですかね。まあ、ファーストラン、クォーターバックがあの持って走るランで、今のところビッター選手のランが非常に今、まさに脅威ですね。なるほど。で、裏を変えてやっぱさっきみたいにパスをどんどん投げると、シルバースターも結構的が絞れなくなる。なるほど。だからあの、正本選手よりも今はビッター選手の方が、まあ、効果が出てるということですね。ドライブができるんじゃないかということで、おそらく起用してるんだと思うんですけど、なかなか1回のタックルじゃ倒れないんで、シルバースターの選手もとにかくディフェンスが集まって、みんなで止めに行かないと。で、そのランを意識しながら、パスもカバーしなきゃいけないっていう難しさですよね。はい、だから非常に的が絞りにくいということで。今タイムアウトを取ったのには何か意図があるんですかね。そうですね、ゴール前、ここから4回攻めれるわけなので、まあ、どういうふうに攻めていくのかって、もしかしたら次のプレー、その次の次ぐらいまではもうあの決めてかかるような感じで、あの、まあ、タイムアウト取ったのかなと思いますね。あとはちょっとこうバタバタしてたんで、あの、全体を落ち着かせるためにと、いう感じかもしれませんね。ゴールが確かに近いですもんね。もうすぐ、うん、もうすぐですね。キューとしてはまあ前半あの残り2分なんで、ここでまあなんとか同点に追いつきたいと。シルバーとしてはまあできるだけリードして後半迎えたいという、結構まあ前半のまああのまあポイントになるそうですねかなと思いますね。まあ QB が走って終わりそうですけどね。そうそうそう。投げるフリーダースター、あーどうタッチダウンですか。外れました。入ってた。ビッグブルーの中で結構困った時のジョン・スタントンっていうのが割とこう、いいようにこう、そうですね、ファースターを取ってくれたり、こういうところで取ってくれたりっていう、そういう選手ですね。あ、すみません、ジョン・スタントン選手、何番、40番。はい、プライベートではあの元陸部のチアと結婚し、今お子さん、娘さん2人で見てるんですけどね。うん、ちなみに今、キックするときに前にあの IBM の方と、アサヒビールの方の選手がいたのは何でですか。キックだけでいいのかなとも思うんですけれども。あ、それラグビー的な観点でね。あ、そうです。いや、ブロックする可能性もあるから。あの、シルバースター側が阻止できるの。はいはいはい、あ、キックをする前に。だいたいタッチダウンの後のキックって決まっちゃうけど、たまに阻止できる時がある。残り2分なんで、トンノさん、これシルバースターオフェンスちゃんとやった方がいいですね、うん、これね。なんとか、そうですね、フィールドゴールでもいいので、やっぱり点数取ってリードして折り返したいところですよね。ここのキックオフリターンも非常に重要ですよね。
上げてきました、ね。ビッグブルーはあまり遠くに蹴らないで確実自己アピールにはぽっちゃりした体型と旧館長みたいな声ってことですね。聞いてみたいですね。おはようとか言やっぱこう投げざるを得ないかな。そうですね。ねえ。あ、加藤選手何で来ました。ボケが28番の加藤。ダブルシルバースタータックラー1番の柳沢。ノーハドルで来ましたね。フレッシュですよね。いいですね、IBM。うん、これ嫌ですね。このランプレー嫌ですね。続けて加藤のランプレー。IBM シルバースターのタックラーは93番の決勝ケータ。2回目のタイムアウトですね。あと2プレー、2プレー。でもまだタイムアウト残り1回あるから、もうちょっと作って。あと1回。なんでもドラフトよりお知らせです。スポーツ試合展開予想アプリなんでもドラフト、通常なんドラではこの試合の後半予想を実施しております。動画右下の QR コードもしくはアプリストアでなんドラと検索の上アプリダウンロードをお願いします。後半予想の締め切りは第3クォーター開始までとなっております。ぜひご参加ください。接戦が続くこの試合、皆さんも予想しながら後半をご覧ください。ありがとうございました。どうぞ皆様、後半予想、ナンドラの後半予想お願いいたします。ご参加ください。ビクター選手も裏があってボールをかけ出そうとしてシルバースターの選手も時間見てなくて流した的な感じ。ああギリギリ取ったんですね。なんかでもこのシチュエーションどうですか、阿部さん。まあ、結構ビクター選手のやっぱやれるプレーってまあまあ限られてるんじゃないかなっていう、なんか前半で結構出し切ってる感じはあるかなと思うんですよね。でそのまあ、2番のとすごい対照的なんですけど、まあ、その慣れてくると結構ディフェンスってアジャストしやすくなるので後半なんかそういうのが大事かなと思います。あ、じゃあフィールドゴール、フィールドゴールですね。タイムアウトシルバースターが取ったんですよね。
ちなみに今のは入ったんですかここで取る意味って何ですか。多分そもそもなんかこうタイミングずらさせて間を伸ばしちゃって、うん、キック外しやすくしたいっていう思いだったんですけど、まあ、いわゆる意地悪ですよ、ね、ただの意地悪ですよ、ね、キック外れてたんでどうなったのかなっていう同様作戦も、まあ、リプレイするちょっと自分自身の活躍としてはやっぱり初戦で結構、ロングパスをちょっと取られてしまったんで、まあ、今回のシルバースター戦からちょっと、攻めのあるディフェンスをして、活躍したいなと思ってます。ありがとうございます。今日はどんな恩返しをシルバースターにしたいと思いますか。そうですね、やっぱり去年すごいサポートしてもらっていいチームだと思うんで、やっぱり IB 側のディフェンスとして出てしっかりインターセプトをしてシルバースターさんに恩返しをしたいなと思ってます。ありがとうございます。楽しみにしています。ありがとうございます。 OK です。お名前とポジションを教えてください。 Tell me your name and the position. Logan Stewart, defensive back. ありがとうございます。日本の街や文化、アメリカンフットボールについてどのようにお考えですか。 So, how do you feel about the Japanese city and culture and then American football? Oh, I love it here. The culture has been very welcoming. I feel at home here. And the football here is starting to grow and I'm happy to be a part of it. 各役者私はここに、まあ、来られて本当に楽しいですし、まあ、今の人にアトホームの雰囲気で楽しくやることができています。ビザの関係で2試合出場できませんでしたが、どのようなお気持ちでしたでしょうか。 So how did you hear about not being able to participate in the first two games and, due to the visa issue? Yeah, definitely it was tough, but it gave me a different perspective of the game. Allowed me to be more of a student of the game and a coach, and now finally being here week 3 being able to play, I'm blessed to be here.最初の2つのゲームはちょっとまあ大変な時間でしたけれども、違った視点で試合を見ることができましたし、まあ、コーチですとか、私たちと会話することができました。いよいよデビュー戦です。今日の意気込みを教えてください。This will be your first game. Oh, definitely. Definitely the emotion's up, the energy's up, and you know, it's great football weather. It's raining. This is where the real football players play. So I'm excited to be in this moment right now. とても気持ちも盛り上がってます。エネルギーも満ちている状況です。まあ、フットボールの天気とは、まあ、いかないですけども、非常に楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。Thank you. Thank you. Thank you. Thanks.はい、名前を教えてください。はい、坂本舞です。ありがとうございます。シルバースターでは何年間チアをやられていましたか。2017年はルーキーで入って3年半やってました。ありがとうございます。シルバースターとビッグブルーのチアのスタイルの違いはありますか。はい、シルバースターの特徴は何といってもアクロバティックなスタンスです。で、今日はちょっと残念ながら雨なのでスタンスはできないんですけれども、その分爽やかで明るいダンススタイルを楽しんでいただけることで、対して私たち PC はクール&ビューティーのチームにしているので、少し選手たちが大人な感じを見せれればと思います。ありがとうございます。大丈夫です。何か今準備していることはありますか。はい、BBC の普段の練習に加えて、アメリカ流のダンススタイルの習得のためにダンスレッスンに通ったり、あとは英語ですとかトレーニングを日々継続して行っています。ありがとうございます。 NFL の活躍を見るのを楽しみにしています。ありがとうございます。 OK です。よろしくお願いします。お名前とポジションを教えてください。はい、並木拓郎、ディフェンスライン90番です。ありがとうございます。ご自身のアピールポイントを教えてください。はい、ディフェンダーとしてプレーの理解度が高いところと、あとは最後まで諦めない姿勢かなと思っています。ありがとうございます。今日の試合の意気込みを教えてください。はい、前節前々節と何とか勝利することができたんですけれども、本当の一番は今日の試合だと思ってます。何が何でも勝てるように一生懸命やりたいなと思ってます。ありがとうございます。応援してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 OK!
よろしくお願いします。お名前とポジションを教えてください。はい、川村博士でランニングバックをやっております。ありがとうございます。前回の2試合を踏まえて、今回の試合の意気込みを教えてください。はい、チーム全員で役割を徹底して、勝ちたいと思います。特にオフェンスでは、ランパスどちらも出して、チームを勝たせたいと思います。ありがとうございます。ご自身のアピールポイントを教えてください。はい。スピードとカットバックを見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お名前とお役割を教えてください。はい、ラインバーカーコーチの小西哲平と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。前回の最初の試合は、ご意見を教えていただけると思います。はい、ここまでの試合はディフェンスとしては、そのランニングバックをやってこれたかなと思います。今日も、雨が降っているんですけど、アイベックスの強力なので、強力を止めて頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。お名前とポジションを教えてください。はい、久保龍河です。ディフェンスバックをやってます。ありがとうございます。今年シルバースターから移籍したと思いますが、はい、両チームの違いをどう感じてますか。はい、前回所属していたシルバースターさんもこっちに移籍してきたアイビー側もやっぱりすごいみんなオンオフしっかりはっきりしていてメリハリなチームだと思ってます。ありがとうございます。これまで2戦のディフェンスとご自身の活躍をどう評価しておりますでしょうか。2戦終わって、しっかり
IBM のディフェンスはしっかり自分たちの決められた役割に対して、しっかり徹底して守るディフェンスができているなと思います。で、自分自身の活躍としてはやっぱり初戦で結構ロングパスをちょっと取られてしまったんで、まあ、今回のシルバースター戦からちょっと攻めのあるディフェンスをして、活躍したいなと思ってます。ありがとうございます。今日はどんな恩返しをシルバースターにしたいと思いますか？そうですね、やっぱり去年すごいサポートしてもらっていいチームだと思うんで、やっぱり IB 側のディフェンスとして出てしっかりインターセプトをしてシルバースターさんに恩返しをしたいなと思ってます。ありがとうございます。楽しみにしています。ありがとうございます。 OK です。お名前とポジションを教えてください。テビン、your name and position。 Logan Stewart, defensive back。 ありがとうございます。日本の街や文化、アメリカンフットボールについてどのようにお考えですか？ So, how do you feel about the Japanese city and culture and then...Oh, I love it here. The culture has been very welcoming. I feel at home here, and the football here is starting to grow, and I'm happy to be a part of it. Kakiyaku.私はここに、まあ、来られて本当に楽しいですし、まあ、本当にアトホームな雰囲気で楽しくやることができています。はい。ビザの関係で2試合出場できませんでしたが、どのような気持ちでしたでしょうか？ So how did you hear about not being able to participate in the first two games? Yeah, definitely it was tough, but it gave me a different perspective of the game. Allowed me to be more of a student of the game and a coach, and now finally being here week three, being able to play, I'm blessed to be here. 最初の2つのゲームはちょっとまあ、寂しい時間でしたけれども、違った視点で試合を見ることができましたし、まあ、コーチですとか、高崎と会話することができました。いよいよデビュー戦です。今日の意気込みを教えてください。This will be your first game, so how do you feel? Oh, definitely. Definitely the emotion's up, the energy's up, and you know, it's great football weather, it's raining, this is where the real football players play, so I'm excited to be in this moment right now. とても気持ちも盛り上がってます。エネルギーも満ちている状況です。まあ、フットボールの天気とは言いかないですけども、非常に楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。Thank you. Thank you very much. Thank you. Thanks.名前を教えてください。はい、坂本舞です。ありがとうございます。シルバースターでは何年間チアをやられていましたか？2017年の秋ルーキーで入って3年半やってました。ありがとうございます。シルバースターとビッグブルーのチアのスタイルの違いはありますか？はい、シルバースターの特徴は何といってもアクロバティックなスタンスです。で、今日はちょっと残念ながら雨なのでスタンスはできないんですけれども、その分爽やかで明るいダンススタイルを楽しんでいただけると思います。で、対して私たちの PC はクール&ビューティーのチームにしているので、少し雰囲気が違う大人な感じを見せれればと思います。ありがとうございます。大丈夫ですか？何か今準備していることはありますか？はい、BBC の普段の練習に加えて、アメリカ流のこのダンススタイルの習得のためにウォークダンスレッスンを通ったり、あとは英語ですとかトレーニングを日々努力しております。ありがとうございます。NFL の活躍を見るのを楽しみにしています。ありがとうございます。OK です。10-7、 IBM ビッグブルーリードで後半開始となります。大きくゲインしましたね。前半の振り返りおよび後半の展望を含めて、シルバースターというかは、安倍さんお願いいたします。
ですね、結構シルバースター前半まあ結果として10対7なんですけども、格上の相手に対して、まあ、こんなもんかなとは思ってはいます。まあ、ちょっと後半はあの IMM からの、あ、もう始まってますね、あの攻撃なんで、まあ、ちょっと前半とどういう流れなのかちょっと経過を見たいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。続いてビッグブルー、柿崎さん、はい、お願いします。はい、まあ、10対7ということで、まあ、3点のリードで終えられたんですけれども、そうですね、最初、まあ、オフェンス的にはランなのかパスなのか、ちょっとその辺の、まあ、チーム自体に迷いがあったような感じですね。後半この雨の中でどうやって戦ったらいいかということをこう理解して、まあ、オフェンスの方もリズムが出てきて、対してディフェンスの方もですね、あの結果的に7点に抑えていて、まあ、いい形でターンオーバーがあったりですとかということで、まあ、リズムを作ってきたかなと思ったので、後半も頑張ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。その間に IBM ビッグルー攻撃がかなり進んでおります。QB は、先ほどの引き続きで、10番のビクター選手。ビクター選手ですね。はい。なんか多分、結構正本選手が投げに低くしているような雰囲気だったのに対して、ビクター選手が割とこうランで、リズムよく展開したという、その流れをまた後半持っていきたいということで、先発にしているんじゃないかなと思いますね。はい。バスケをしています。バスケをしていたのは28番の加藤。2ヤード前進しています。ここで、ナンドラの後半のみ予想という、皆さん参加された結果が出ております。後半最初の得点を挙げるチームはビッグブルー 31%、 アサヒビール、シルバースター 69%、まあ、こう前半の流れを見て予想する方も多いと思うんですけど、 IBM ビッグブルーがリードしてたけれども、まあ、後半最初の得点を挙げるのは、まだまだシルバースターだと信じてる方が多いということですね。ギャンブルですかね。うわぁ、どうなんだろう。結構お父さん、この10番のラウン嫌ですよね。そうですね。ゴール前に来てシルバースター側からするとずっとダラ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 行かれてるんで、ボールキャリーされたら1回のタックルじゃ止まりませんしね。はい、ハンドが止まったんですね。終わりましたね。これは大きいですね。大きいですね。ビクター選手、ネバダ州ラスベガス大学出身ということで、まさにギャンブルだったんですけども失敗してしまいました、ね、そのことですね。いや、自信持って多分プレーしたんだと思いますけど、はい、さあ、シルバースターオフェンスはここから少しでも陣地を挽回したいです。今日はまだシルバースター15番のロックス選手のパスはまだ出て、はい、通ってませんかね。はい、方面ですね、うん、はい、ギャンブルって何ですか。ああ、ちなみに阿部さん、ギャンブルギャンブルは僕はだいたい負けてますね、はい、そういう話じゃない、そういう話です。結構フォースダウンで、まあ、プレーをして、まあ、ファーストダウンを取るか取らないかっていうのをやるんですけど、なんていうんでしょう、
結構ギャンブルも練習なんで、シーズンを通して結構やり続けないとチームとしてそのギャンブルが成立しないっていうのが結構あってですね、長い目で考えた時にやっぱその失敗することも僕は大事なんじゃないかと思ってまして、あのやっぱりその最後の最後勝負しに行く時にやっぱその経験があるかないかって非常に大きいので、あの僕はシーズン中にギャンブルやること自体はあの ネガティブじゃないかなと思ってますね。はい、やっぱ勝負どころは絶対どっかで出てくるんですね。はい、まあ、それで、すいません、アサヒビールの方に攻撃は移ったそうですね。はい、はい、だからあれですよね、あのギャンブルってそもそも何っていうことですよね。そうですね、今はちょっとごめんなさい、4回攻撃できるんだから4回普通に攻撃すればいいじゃないのって多分思うけど、なんで4回目にパンと蹴っちゃうのっていう疑問だと思うんですよね。失礼しました。多分いや初心者の方って多分そう思うんだと思うんですよ。僕も最初アメフト見た時そう思ったんで。安倍さんどういう感じですか。そのなんで4つ目にパントを蹴るのかっていう。そうですね、パントを蹴ることによってボールを陣地をあの前に進めるというのがあるんですけども、まあ、もしそこであのギャンブルをしてしまってそこで攻撃を終わってしまったら相手に攻撃陣が移ってしまうので、まあ、それがで、まあ、ギャンブルというふうに言われるような形になっています。はい、その場で失敗したところで攻撃権が移っちゃうからっていうことですか。そうですね、はい、さっきのシチュエーションに関して言えば3点を狙いに行くのか、まあ、あのフレッシュというか新しくアウトサン取りに行くのかっていうそういう選択があってます、ね、あの先ほどの場合はゴール前でもうパント蹴ってももう高が知れてるというかもう先がないからフィールドゴールを3点を狙いに行くかプレーをするかということです。確実に3点を取りに行くか、7点を取りに行くためにもう少し頑張るかっていうそういう2つの選択を、まあ、リスクが高いけどやってみたというギャンブルですね。じゃあ IBM ビッグブロガーにしてみればちょっと余裕、これは余裕があるってことですか。あ、ここ勝負どころだと思って確実に3点取って13対7にはしないで、まあ、これダメでもまた行けばいいやみたいな感じですかね。まあ、そうですね、これまでのランの、まあ、出方からこれはいけるんじゃないかと判断したんですけど、今ちょっと危なかったですね。そうですね、捕まりかけましたけどよく逃げて逃げ捨てました。こちらはパントフォーメーションです。QB は2番、マサモト選手ですね。はい、敵陣からの攻撃で。じゃあちょっと攻撃の感じを、オフェンスの感じを変えてくるっていう。そうですね。どうですかね。ディフェンスラインは3枚ですね。シルバースターは。パスケアって言ったんですかね。はい。28番の加藤選手はまだ2年目、日本で2年目ですけども、結構エースランニングバックの責任感じで活躍してますね。これもスリーメンラッシュ。そう、そうですね。これまだナンドラの後半系はまだ動いてないですよね。最初の得点取ってないですよね。ナイスカバー。コーナーバック28番の長島選手ですよね。レシーブをかわしたのが28番の長島です。イエローがいてますね。あの位置はホールディングですかね。ホールディングですね。大体こうイエローが上がる場所でこうなんていうのスパンサルが
分かるっていうのがありますね。まあ、ステイメージからやや後ろの辺でパスだったりすると、まあ、パスプロテクション中にホールインです。セーフティーの5番の選手がブリッツに入ってましたね。オフェンスラインそれピックしてましたけど、はい、5番の榎本選手ですね。はい、10ヤード下がってアイビングブルでセカンドダウンをやり直します。シルバースターディフェンス頑張りましたね。頑張りましたね。はい、その集まりいいですよね。はい、あ、バックサーダウンサーダウン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 ダウンですね。これ大見選手入ってない。ドロー、ここはよく止めた。ここからだとフィールドゴールも取っているので、本当は正本選手がそのまま簡単に入るんですね。結構ディフェンスとしてはちょっとそうですよね、ちょっとケアしなきゃいけないですよね。オットワンバウンドで大きすぎるか、エンドゾーン入っちゃいましたね。これはさっきのと違って、外に出てないからあれですか。エンドゾーンにそのまま入ってしまったんで、20ヤードの地点からシルバースターは攻撃を始めました。そうすると、まあ、敵陣40ヤードにキックを蹴って20ヤード戻されているので実質20ヤードしか、まあ、戻せてないということになるので、まあミスではないですけども、ちょっと惜しいパントだったかなって。じゃあただ思いっきり遠くに蹴ればいいって問題じゃない。一方で IBM のディフェンスはランプレーをすごい警戒しているのでフロントの数を増やしてセカンダリーも上がってきているので、まあ、どっかでシルバースターパス投げないとやっぱこのディフェンスは崩せないかな。今のスクリーンとかとってもいいチョイスだと思います。そうですね、はい、IBM のディフェンスラインの、ね、6番のアンリッチ・クリスチャンですね。あのプレッシャーもきつかったのでちょうどスクリーンが通ると非常に効果的ですよね。お、ダギさん。おお。どうしたか。スインコンプリート。トモさん、このパスどの辺狙います？やるとしたらトモさんでした。ここはちょっとオフェンスライン的にはまあまあきついと思うんですよ。雨でずっとランプレーが出てて、どっかでパスを決めてくれないとやっぱり。まあ頑張れないというか、ランプレーの方、まあ、ラインバッカーの裏あたりとかはやっぱり、ね、やっぱラインバッカーがすごい上がってますもんね。クォーターバックとの距離が近いところにのゾーンで投げやすい、そうするとラインバッカーの裏とかに入っているんですよね。今でもセーフティーが一人で林選手なかなか投げれないボールですか。あそこやっぱラインバッカー引っ下げてほしいですね、オフェンスライン的に。そうですね、はい、ただ、まあ、セカンドダウンであれば投げるタイミングがあるでしょうね、はい、ちょっとサードのオフになると基本的にディフェンスの差がありますから。なんかオフェンスラインとしてはこう駆け引きって1試合通じてあると思うんですけど、その辺
どうなんですか、こういう試合って結構タフな試合になってきますけど、まあやっぱり結構頑張っ、やっぱ試合を通じて頑張らなくちゃ、我慢をしなくちゃいけないというのがありますよね、当然。はい、まあ、駆け引きというところでは当然そのランプレーもパスプレーもありますけど、はいはい、うん、私なんかは結構でかい選手が目の前に来るとこの試合どうしようかなってまず心理的なところがあって、2、3回だいたいどんなに強いかっていうのは分かってるんで、はいはい、それはやべえぞと思ったらこう最初の段階で倒れたら起こしてあげたりしてこういい関係作りにしようかっていう逆もありで、なるほど、こいつはいけるぞだろうと思ってカウントしちゃったりとか、そういう感じではありますよね。なんかやっぱり60プレーぐらいやってその中での駆け引きで勝負どころで勝たなくちゃいけないっていうのが基本かなと思いますよね。はい、でも自分の前に最初1プレーやってもうこれ絶対こいつかなわねえなっていうのと1試合付き合わないといけないっていうのはやっぱり大変ですよね。今外国人のディフェンスエンド、まあ、例えばオフェンスラインとかでしたら外国人の選手が入ったりとかしてて、やっぱりどうしてもパスシチュエーションでパスプロテクションしなくちゃいけないとかっていうのはもうちょっと悲惨なのでやっぱそれを前提としてやっぱアサイメントを組み直すっていうのはやっぱ必要かなと思いますよね。あ、まあ、スライドサイドに変えるとかですね、はい、それはもう試合中に、試合中もそれは当然あると思います。はい、ずっと言ったからそうしてるから、いやー、球際強いですよね。いいシルバースターの81番、糸川選手ですね。結構これシルバースターはパスが決まり始めるとちょっと苦しくなりますね。はい、ここですよね。すごい短いですね。うまくスピンも入れながらタックルの芯を外してこう走って、28番加藤選手、加藤選手ですよね。日本体育大学出身です。サーランショートだと勝負仕掛けるしかないんじゃないですか、ね、でも結構パッと投げられると嫌ですけどね。ここでビクター選手とか入るのかなと思いましたけどね、はい、また松本選手勝負して、あ、走るでしょ、あ、おっと投げた、おお。ビクター選手が入りましたので、ね、もう勝負仕掛けるしかないでしょうね、シルバーさんディフェンス。うわ、まあ、決まっちゃうか。まあそうなりますよね。ディフェンスとしては結構当たってたと思うんですよ、ね。はい。はい。2ポジションなんでどうしても時間の兼ね合いもあるので投げていかないといけないと思うんですけど、お互いランも多くなってきてる中、まあ、17対7ですからね、2ポジションなんでどうしても投げでずっとランプレーが止まりかけてるので
まあ、前半の最初は河村選手がすごい出てたんですけど、やっぱこれパスで雨なんだけどパスを頑張らなくちゃいけないな。はい、すみません。ここで、ナンドラ後半予想、最初の得点を挙げるチームは、60% の方が支持してたシルバースターじゃなくて、ビッグブルー 40% でした。で、後半最初の得点パターンは、ランという結果になっております。ちなみに本日のナンドラ MVP 選手はというところなんですけど、1位が QB 正本選手 20%、 QB10 番 IBM ビッグブルーの、ビクター選手 10%、 6番の川村です。このまま行くと正本選手よりビクター選手になるんですよね。今のところは、ね、さっきからシルバースターのオフェンスラインを持ってないですね、パスらしいに対して、はいはい、特になんか激しい大胆なブリッツをしてるとかっていうのは普通にフォーメンラッシュなんですけど、やっぱりパスというのが読まれてるというか、はい、さっきした92番の草野選手は京都大学のキャプテンされてた選手ですね。まあパスシチュエーションですよね。まあオフェンスラインがパスラッシュに耐えられるというところですね。今のところやっぱり外からのエッジのこうラッシュが気になって、そうですね。で、はい、パスプロテクションのカップもこう全体的にちっちゃくなってるから、なんていうんでしょうね、うん、ポケットの中でコートバックが時間を稼ぐポケットワークがちょっと難しい感じという印象ですね。ただ後面で IBM がよくラッシュかけてるっていうことですね、うん、やっぱなんか外国人のエッジラッシャーがいるだけでやっぱり大きく変わりますよね。としては気になりますね。やっぱり手を挙げられたりするともう視界がなくなってですね、投げたくても結構投げづらい、ちょっと存在感だけで結構こう気にしてしまうっていうんですかね、ことに。すいません、ちょっとここで話変わるんですけれども、多分他の方は興味あると思うんですけれども、皆さんなぜアメフトを始めたかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って、その前の、まあ、スポーツ何をやってたかっていうの、多分これから始める方とかもなんかそういうの興味あると思うんですけれども、阿部さん何をきっかけにアメフトを始めて、その前何のスポーツをやってたかでしょうか。はい、私もともと高校球児でして、あら、バリバリの球児でして、でまあ、付属校だったんですけども、付属校の先輩が大学のアメフト部でやってることがありまして、あ、それは法政に行こうってことですか。法政1校の私、野球部だったの、はい、就職いいよと、飲み会が多いよっていうの、はい、それが理由でアメフトを始めました。はい、なるほど。どうぞ。はい、私は中学校からやらしめまして、そうなんですか。はい、どこでやるところがあるんですか。滋賀県の長浜市っていうところに公立の中学校に部活として
公立の中学校のアメフト部がね、はい、でうちの兄がアメフトやってたっていうのもあって、はい、まあ、自分自身はその小学校の時はサッカーやってまして、はい、入った中学でサッカー部がなくて、あでサッカーやるつもりで入ったんですけど、まあ、なくて、まあ、しょうがないって言ったらあれですけど、まあ、兄貴もやってるからやってみるかみたいな、まあ、あとはやっぱりスタイル姿かっこいいなとか、あ それはありますよね、そういうのもありましたね、やっぱり、はい、でうちの兄とこうキャッチボールや小学校時代よくやってましたので、まあ、入部したらこいつボール投げれるなっていうことで、そこからまあこうたまってキャッチボールってアメフトのボールをやってたの高校生の兄と一緒に、なかなか、はい、まあ、それがきっかけです。街の風景で見かけないですよね、アメフトのボールでキャッチボールしてる、ね、はい、兄弟は見かけないですよね、はいはい、柿崎さんは？私はまあ中高バスケットボールで大学に入ってもバスケも続けたいなと思ったんですけど、なかなか、そう、私今身長は187センチぐらいなんですけども、この身長だとちょっと中途半端で、もう大学のスポーツで本格的にやっていくにはちょっと今限界もあったので、まあちょっとトムさんが言ったようにちょっとかっこいいかなということでアメフト始めたっていうのは、まあ、ちょっとシンプルって数単純な理由ですけど、ね、なるほど、はい、私は高校までラグビーやってて、で大学が立教大学って、まあ、ラグビーあんまり強くないんで、ちょっとアメフトの方が一部で強かったんで、まあ、そっち行ってみようかなっていう、ただ単にそれ、あと先輩に安倍さんじゃないですけど、なんかいいようなこと言われて、モテるぞとかなんだとかって言われて入ったんですけど、まあ、結局全然違ったって、モテるモテないはその本人の資質だったっていうことがよく分かりましたただなんでこういう話をするかっていうと、やっぱりキッズとか最近やっぱり裾野を広げた方がアメフト界って、日本のアメフト界やっぱり盛り上がるもんなのかなって思ってるんですけ どその辺やっぱり小さい頃からやった方が有利ですかね、アドバンテージ的に。トムさん、特にスキルポジションにいるメンバーはやっぱそのこうフラッグフットですかね、はい、割と盛んになっている そういう出身の方が、まあ、ジュニア、それから、まあ、高校とずっとやってきている選手なんかは、まあ、今本当に社会人も見かけるようになって学生もいますけど、やっぱりこうワイドレシーバーとかクォーターバックとかですね、ああい こうスキルポジションがすごくレベルが上がってるなっていうには思いますね。でも小さい頃から防具をつけて、その要はコンタクトポジションの子たちはどうすればいいんですかね。フラッグフットでなかなかこうアメリカとかは小さい頃から防具つけて、あそう子供たちやってるんじゃないですか。はいはい、だからそのコンタクトポジションがどうやって裾野を広げるかなって。小さい頃から鍛え上げるかっていうのも結構課題かなと僕は思ってるんですけどね。まあフットボールだけではなくて、いろんな競技やりながらフィジカルとか、まあ、体の動かし方とかそういったのを勉強して、そうですね、まあ、またやっていくような仕組みっていうのがいるんでしょうかね、いいのかもしれないですけどね。でもやっぱりちっちゃい頃からブロックとかタックルとかしてればやっぱり上手くなると思うんですけれどもね、やっぱり今よりレベルは高くなると思うんですけれども、以上です。余談はすみません試合はどうなってますでしょうか結構課題であったパスをシルバースターは繋いできましたね。開き直って投げて、とってもいい流れを作ってました。はい、今フィールドゴールトライをして、今度逆に IBM が直前でタイムアウトかけたような形になって、もう一回トライですかね、うん、そうすると、まあ、先ほどキックは外れましたけど、もう一回シルクはトライできるチャンスがあるという感じですかね。ここはでもフィールドゴール確かに欲しいところですよ ね、うん、点差から考えても、ワンポゼッションになるか、はい、失礼します。コースターはフィールドボールフォーメーションです。
あ、全くさっきと反対のようなシチュエーションですね。結構まあまあある距離なんで外れる可能性も多いような距離ですね。ちょっと苦しい展開になってきましたね。こうなると今のは高さがなかったからあのぶつかってしまったっていう感じになるんですかね。あ、もう一回言いました。あ、高さがなかったからこうなってしまったっていう。そう、高さがなかったというか、もう距離があったんでどうしてもやっぱり高い球じゃなくて低い球であの距離を狙わなきゃいけないキックだったんで、まあ、低くならざるを得なかったっていうですね、うん、キックの弾道は。やっぱりああいうキックブロックとかガラッと流れ変わったりしますよね。やっぱりそうですね、取れるところを取れなくなった上になんか向こうの攻撃になるし、今みたいにプレーがこうズルズルっと出ちゃったりしますよね。シルバースターとしてもここは切れないでなんとかディフェンスを止めたいですね。そうですね、逆転狙うにはちょっとここはなんとか抑えたい。うまあ、4番の鈴木選手が、まあ、ベテランランニングバックがロングゲインしましたけども、その後、まあ、セカンドエフォートといいますか、まあ、膝つかなかった状態でいろんな、チームが選手がこうサポートしに行った時になんか正本選手自身もそのなんですか、ね、押してるブロックに参加してということでしょうかね。その時の感想ですかね。敵陣の33ヤード地点からのファーストターンです。うわ、すごい短い。うわ、厳しい。まずビクター選手が よくあの中で逃げ回って投げたというところと、そうですね、でシルバーもよく ついてたんですけども、いや、そうなんですよね、ついてて、まあ、結果的に今本当たまたまですもんね。レシーバーいたところに飛んじゃったっていうと、弾いちゃった。あら、おお、弾いたボールを13番生田選手が抑えたっていうんですかね、抑えた、うん。10番、フタケロコンテスト
シルバースターとしてはちょっと流れ苦しいですね。苦しいです。いろんなことが重なっちゃって、はいはい、雨なんでもしかしたらボールのファンブルなんかもあるかもしれません。数字が切らさずにシルバー選手も、まあ、大体こういう時もオフェンスはあのボールセキュリティを口うるさくそうですね、はい、ボールセってますんで、うん、両手で抱えて走りますね。これでボールかき出す。QB はあの瞬間ってもういろんなこと考えて、もう CPU フル回転でこう投げられるのかもう捕まえられるのかっていうのギリギリの判断って、しかもこう相手の選手を探してっていう感じで、そうですね、後ろから追いかけられる気配を感じながらエンドゾーンにいるターゲットをこう探しながらっていう、すごい能力ですよね。ここからどうやって戦ったらいいですかね、シルバースターは。僕もそれ聞きたかったですね。7分なので、結構その最初ランプレーがまあまあ動いてて、でやっぱりフロントの数が増えてきて、でパスで打開しなくちゃいけないんだけど、ディフェンスラインのプレッシャーでパスが重いようになる。で前回のシリーズは多分外国人の選手が抜けたりしたので、いくばくかパスが通ったとこういうようなところだと思うんですけど、ね、うまくねランプレーも当然使っていかないとパス一辺倒で、ね、なかなかしんどいんで、はい、まあ、キーとなるやっぱ河村選手のもうドローですとか、はい、まあ、はい、あのスクリーンにですね入れながら、なんか1試合打つうちそのビッグプレーがないとやっぱりオフェンスって点が取れないかなと思います、ね、まあ、今のあの時間12分とかですと、まあ、28点ぐらいとか35点ぐらいが一つのあれかなと思うんですけど、やっぱロングゲインがあのシルバースターが取れてないっていうのが、そうですね、はい、まあ、これはあの、まあ、普通に4人のラッシュで IBM のディフェンスがラッシュがかかると思ってやってるでしょうけど、ある程度セカンダリーは2人目に守るんだと思います。ブリッツですね。結構嬉しい。クォーターバック変わりました、ね、あ、はい、11番ジミーが入りましたね、はい、ジミー初登場ですか今シーズン。そうですね、はい、3つ入ってます。家族室の83番の林、来年ビッグウェーブが倉間6番、ニュージーブリッジャー、アイウェーブガンガン入れてきてますね、ブリッツ。パスを警戒、ね、はい、パスをあの息の止めてやろうと思ってるんです、はい、ここもパスシチュエーションなんで結構まあ攻めてくるんですね、はい、ファーストダウン獲得までは6ヤード、
あ、正直な話、遠野さん、この時間でこの点差だったら、遠野さんだったらどうですか、まだ諦めない？あ、そうですね、あの当然ディフェンスも3アンドアウトっていうのが前提ですけど、2つタッチダウンは必要プラスっていうことですよね、はい、だからそのさっきも、まあ、浅いゾーンで取って走らせるパターンもあるんですけど、まあ、どうしてもやっぱミドルレンジで積み重ねていくような組み立てにはなる、ね、そうすればこの残りだったらまだいけそうですかね、時間。あ、そうです、まあ、当然諦める時間ではないんですけど、うん、タイムアウトもまだ3つ残ってて、まあ、やっぱり IBM 結構やっぱパッシングチームではないので、ディフェンスもパスカバー上手ですね、結構厳しくついてる、シルバサ あのレシーバーも決して悪い選手っていうか、まあまあいい選手も揃ってるんですけど、結構がっちりついてますよね、はい、今のはあのオフェンスがのパスが自分のチームがパスチームだと、おのずとディフェンスも強くなるっていう、今阿部さんのお話ですという中島さんにちょっと解説しました。ありがとうございますじゃあやっぱり練習とかでお互いにやってるから、どんどん相互で高まっていくっていう感じなんですかね。あ、もうその通りでして、全くその通りでして、はい、練習の時はやっぱり自分のチームのオフェンスとディフェンスでやり合ってるんで、いいレシーバーがやっぱりいいチームはやっぱりディフェンスバックって、対戦のディフェンスバックはやっぱり上手になります。それはラインも同じですよね、それは、はい、今のは何が起きたんですかね。ディフェンスのオフサイドですかね。多分基本的にオフェンスはみんな一緒に動かなきゃいけない、ディフェンスはまあ動いてもいいんですけども、うん、そのオフェンスの選手がもしかしたら早く動いちゃったか、今はディフェンスの選手がそのスクリメージと呼ばれるボールがある ラインを越えてきたから、それでオフェンスの選手が動いたかというので、ちょっと判断が違うと思うんですけども、どっちかというとシルバーの選手が入ってきて、それに対してビッグメの選手が、やっぱそうですね、シルバーの選手が入ってきちゃったことによってオフェンスが動いたので、反則はシルバー側だということです。オフェンスの人はボールより先に、ボールが動くより先に動いてはいけない、うん、IBM は投げる練習したいんじゃないですか、阿部でも。この展開になったらね、シーズンはずっと続くんで、まあ、一方でいかにこう時間を流すかっていうプレーもね、はい、今後はちょっと考えますね。もうでもさすがに残り5分なんで、次を見据えたなんか、うんうん、はい、若い選手出したりですとか、うん、試しきれてないプレーをやらないといけないのかなと思いますけど、テロ行ってますね。まだか。
いいプレー、いいプレーですね。いいプレーですね。が出てきて、やっぱりジミー選手のパスをやっぱりそうですね、はい、シーズンはこの後も続くんで練習した方がいい。まだシーズンありますからね、はい、やっぱこれから次につながる、うん、30ヤードぐらいに落としてくるキックかもしれないですね。だからもしかしたらシルバーさんもう少し上がっても、うんうん、そうですね。やっぱり雨の、そうですね、こういったことがやっぱり地面の影響もありますよね。普段できていることができなくなったりとか、やっぱりこう雨の日の練習もちゃんとこうしっかりやっておくっていうのが、ね、大事ですけど、ノーバックです。これもね、厳しいですよね。悪くないですよね。いいステップ。ジミー選手うまいですね、やっぱこの辺で。ちなみに遠野さん、はい、QB って孤独ですか？難しい質問ですね。孤独。孤独じゃない？やっぱりオフェンスラインが、オフェンスラインはすごく優しく接してくれます。ただクォーターバックが。オフェンスラインに対して感謝の気持ちがないとですね、優しくしてくれませんので、
あのハードルでオフェンスラインが下向いてるとき下打ちしてるとかそういうのないですか？なんですかね、コートバックとしてこう鼓舞するっていう、あとその例えばゴールラインでもう少しでタッチダウンってショートヤーデージの時なんかはオフェンスラインの力の見せ所だっていうようなので、なるほど、見せてやろうぜっていう話をしたりですとか、あんまりそのこう試合中もオフェンスラインがパスプロテクションミスしたからどうとかそういったことに一切当然思わない。まるで根に持ってるような言い方ですね。そんなことはない。一回も、はい、そういうことで。トムさん相当癒し系のコーダーバック。人間も優れてらっしゃる。だって遠野さんと阿部さんは何年か もう一緒にプレーされてるわけですよね。はい、あの同じオフェンスで。そうですね、はい。じゃあちょっと昨日の飲み会の遠野さん気に入らなかったからちょっとパスプロ外しちゃおっかなみたいな、なかったですか、阿部さん。とんでもないですね。思いっきり QB サックされてやれみたいな。いろんなクォーターバックの方がいらっしゃいますけど。シルバスターその時金岡さんとかですとか東野さん、それからアニマとかですね、まあその辺が一緒にやったクォーターバックですね。それは何ですか、なんか差は特にみんな愛すべきクォーターバック。あ、まあ、特に東野さんはやっぱり癒し系というか、はい。中島さん、いい質問でしたね。ありがとうございます。あ、ポスター。なんかやっぱりピッチャー、ジミー選手が入るとフィールドが一気に広くなるっていう感じがしますよね。ディフェンスの開き具合が全然違うというか、やっぱそういう感じはします。フレッシュですね。ライナープレーでファーストダウン獲得しています。パスをキャッチしたのは15番デビン・フェルス。まあ、これいけそうな感じがありますね、なんかね、うん、1分ですけど、1本ここ、はい、そうですね、でもジミー選手の攻撃が見たい。手前林選手と15番のネビン選手並んでますね。ブリッツ入りました。ああいいですね。パス成功しています。パスをキャッチしたのは83番の林、結構まあジミー選手がやれば こういうオフェンスはね本来の形ですよね、なんかね、はい。ナイスパスです。ナイスパスです。やっぱ QB は右に流れて右のパスの方がやっぱり右利きの QB は投げやすい。そうですね。右利きの場合は、結構なんかジミー選手の体調の具合もあって4クォーターに入ってからのシチュエーションでシルバスター結構パスが欲しいシチュエーションがあったので、結構早めにこのカードを切ってたらもうちょっと展開が違ってたんじゃないかなっていう気はしますね。打者は90番の大島選手でしたね。
なんかやっぱり外国人選手が来たのがトーンさん2005年入ってからですね、 X リーグで入って2004、5年ぐらいなんですね。どこのチームに来たんですか。まあまあなんかシーガルズでやっぱりケビン・ジャクソンとか来てからとか、オンワードオンワードもいましたよね。やっぱ外国人が来て変わりましたね。完全になんか薬が変わったっていうか、うん、はい、特にクォーターバックが来てから全然変わったかなと思います。いやさっきの話じゃないですけどね、やっぱりワイドレシーバーとディフェンスバックのパスカバーとか、はい、ボールのスピードやの距離とか速さもですね全然違うもんね。鍛えられてますよね。うわー、どうなんだろう、インコンプリート。まあ入ったかと思ったんですけど。やっぱクォーターバックの外国人のクォーターバックってやっぱり子供の頃からずっと。クォーターバックをやってきて、今日待ってパスも決まりにくいのあったんですけど、その後やっぱりパスの展開っていうのをやっぱり早い段階でジミー選手がもうちょっと入ってて、まあだったらもう少し展開としては幅が変わったかなっていうのがなんか思いました。はい、ありがとうございます。 IBM ビッグブルー、柿崎さんです。はい、そうですね、まあ、両チーム含めてですね。はい、まあ、最初の雨特有のちょっと 両チームともちょっとバタバタした展開が続いて、そのうちビッグブルーは自分たちがやっぱりその、まあ、プレーを進める、プレーを止めるというそういうところがなんとなくつかめてきて、シルバーはおそらくもう少し実力は、まあ、あるんですけども、ちょっと雨ですとかちょっと流れをつかみきれなかったところ、そういった少しの差がですね点差になったのかなと思います。選手だけじゃなくてその応援している方ですとかチアとか、まあ、スタッフの方とか雨の中は非常に大変な方だと思いますけど、ご苦労様でしたと伝えたいです。ありがとうございます。中島さんどうですか。はい、ありがとうございます。あの解説に同席させていただくことで初めて知ったワードとか今までなーなーにしてきたわからないルールとかも知ることができたので、これからももう少しあの見させていただいて楽しませていただこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、ナンドラの方の、結果が、もう出てるとは思うんですけれども、まあ、その辺も含めかは分かりませんが、最後ナンドラさんから、告知が。この後第2試合、スリーグ X のスーパー第3節、タイナイギアス対エコン工業大陸の試合は13時30分キックオフ。はい、ナンドラの予想コンテンツにご参加いただいた皆様ありがとうございました。本日の試合結果はですね、随時スタッツを入力して結果反映をいたしますので、もう少々お待ちください。ナンドラでは X リーグのみならず様々なスポーツの予想ドラフトをご用意しております。今後もぜひご活用いただいて様々なスポーツをお楽しみください。やっちまった。はい、ありがとうございます。まもなく選手のインタビューが試合後の始まります。今しばらくお待ちください。本日、10月9日10時半より、試合開始しておりました IBM ビッグブルー対アサヒビールシルバースターの、X リーグの試合、31対7で、IBM ビッグブルーの勝利となって終わっております。
一般的なことが分かんない。これあった方がない、これあった方がない。3連勝を目指して、この試合に臨んだんですけれども、やっぱり、強かったですね。あの単純に強かったっていうのと、自分たちのミスであのリズムを失ってしまったところがあるので、そこは次節以降、しっかり修正しなくちゃいけないところかなと思います。今日の試合は、どういうゲームプランでそうですね、やっぱり雨の予報が出てたんで、もともとパスを中心にとは、なってたんですけど、雨の予報が分かってからランプレーしっかり出そうということで、比率が、ランプレーの方が多少、上がってきて、そこで走り勝とうという形で、はい、チームとしてはやってました。さあ、小林選手、今日振り返ってどうでしたか。そうですね、毎試合同じ結果です。オフェンスのミスから失点をしてしまって、ディフェンスはよく耐えてくれてたので、オフェンスで負けた試合かなと思います。はい、今日の試合展開は前半シルバースターも思ったような試合展開になったんですか。そうですね、先制もしてディフェンスもしっかり止めてくれてたので、流れ乗りたかったところはあったので、最初の前半は思い通り。じゃあ、施設に向けての意気込みをそれぞれお願いします。はい、もう落とせない試合が、あと2試合ありますけれども、両方とも勝ちを目指さなくちゃいけないと思いますし、あのチームとして、ファイナル4を目指すっていう形で今年始まってますので、なんとかそこに、その何て言うんですかね、そのファイナル4を目指す上で絶対に勝ちきれる試合を勝って、いい結果残してファイナルステージに進みたいなというふうに思います。はい、はい、次節の富士通さんなので、日本一のチームというところで、自分たちの今の立ち位置が点差にしっかりと現れると思うので、しっかりと真っ向勝負して、勝てるように頑張りたいと思います。はい、じゃあ次も頑張ってください。期待してます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、インタビューありがとうございました。以上をもちまして、そろそろ配信終了のお時間となりました。解説の方々ありがとうございました。
そして本配信に最後までお付き合いいただいた視聴者の皆様、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。配信終了後も配信に関する今後のご希望などご意見ありましたら、お気軽にコメント入力をお願いいたします。またいつかもっと楽しい配信をお送りしたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。